はい、こんにちは。2021年1月22日金曜日、ソニー PS4 Pro 出荷終了の誤算、PS5 品薄にファン反発と日経新聞が報じております。10日ぐらい前のニュースになりますけれども、喋っていきたいと思います。PS4 Pro 出荷終了っていうのは、まあ、ほとんどの方はご存知だと思います。ちょっと私これね、動画にしたかったんですけど、多分、引っ越しでテンパって動画にできなかったみたいな、そんな感じだと思います。申し訳ない。なんとかね、今後は頑張っていきたいと思いますけれども、まあ、ソニーの動きとしては、当然ながら、ニュージェネレーションである PlayStation 5が発売されたので、旧世代機である PS4 Pro などは、出荷を止める、生産を止めてしまうっていうのは当たり前の行為なんですね。新ハードに行ってほしいから、いつまでも作っててもね、しょうがないし、そっち買われても困るわけですよ。だから PS5 に移行するっていうので、当たり前の行為を行っているんですけれども、問題は、PlayStation 5は買えないってことです。なんだって、私が買えてないからね。何よりもガジェットは発売日。もう絶対って言って今まで買ってきたじゃないですか。その私が買えてない。これどれだけ異常事態かっていうのは私が変えてないっていうことが異常事態だと思うんですよ。で、ソニーが去年言っていたことは、あれですね、なんだ？クリスマスまでには欲しいっていう人が全員買えるように台数を揃えるって言ったんですね。で、今、1月22日じゃないですか。ね。私も変えてないです。はい。未だに抽選販売やってますよね。で、日経新聞はさらにこのように報じております。一部の消費者からは PS5 への熱が冷めた。PS5 ではなくゲーミング PC を買うという声が出始めているということで、まあ熱が冷めたっていうのは、これは紛れもない事実だと思います。私自身は、まあそもそもで PS5 じゃなくてもガジェット類っていうのは発売日に手に入らなかったらまあいいやってなっちゃうんですね。で、そのまま買わなくなっちゃうことが多いんですけれども、PS5 に関しては、まあ、私の、柱みたいなところありますし、このままね、5年、10年って戦っていくハードなので、買えるようになったら買いますけれども、私も正直予約戦争疲れちゃって、もう、こと細かにどこがどこがっていうのはチェックしてないんですよ。だから、感覚値で言うと、もうヨドバシカメラとかに普通に並んで、いつでも買えるよっていう状況になるまで、もういいやって私も思っちゃっております。はい。だからそれだけ、だ私が買えないってすごいことだよ。私が買えないんだから。で、このね、問題はね、PS5 ではなくゲーミング PC 行ってしまう、買ってしまったっていうことなんですけれども、これ身近で私たくさん起きてるんですよ。私の友人たち、まあバーとかの人たちいろいろいるわけですけれども、相談されてたんですよ。もう去年の段階で。PS5 買えないからゲーミング PC 買った方がいいかなって言われてたのね。で、例えば私の場合、転売屋からは、まあ、こういうね、仕事してますから、絶対に買えない。まあ、私は買いたくないっていう気持ちがすごく強いからですけれども、私が買ってしまったら身も蓋もないじゃないですか。だから私は絶対に買わないっていう決断ですけれども、そのお友達たちは別に買ってもいいわけですよ、転売屋から。そうすると、どういう、思考が動いてしまうかっていうと、当時の転売価格って PS5 10万から15万だったんですよ。だから、それが価格になっちゃってるの。頭の中で。PS5 が4万とか5万の価格で考えてるんじゃなくて、10万とか15万払って、今買うか。今欲しいんだもん。で、今買うか。ないし、その額出すんだったらゲーミング PC 買えるんだけど、どうしたらいいっていう相談なんですよ。単純に PS5 の比較じゃなくて、転売価格の PS5 との比較で私に相談してきてるのね。の場合、例えば PS5 でしか動かない。スパイダーマンとかね。そういうのでなければ、ゲーミング PC でいいんじゃないっていう。お金もったいないから。本来の価格じゃないから、それ。ゲーミング PC は本来の価格で買えるわけですから。で、やりたいのはとか聞くと大体サイバーパンクとかって言ってきますので、じゃあそれ PC でいいよって言って。で、言うと、もう、結構ない数の友人が、ゲーミング PC デビューっていう形を取りましたね。で、その人たちが、PS5 を買うかというと、店頭に並んだりしてね、おそらくパッとは買わないと私は思います。まあ、友達だから言えますけれども、一旦ね、ゲーミング PC 手出しちゃうと、まあ、割引とか、セール、
とか、あとは無料でね、フリープレートは配ったり、バカバカやるわけ。で、そのたんびに、ちょっとずつちょっとずつ買っていくと、あっという間に100本200本の積み毛になるんですよ。気づいたらもう1000本単位っていう積み毛になっちゃうね。で、それになると、今度、PS5 買えるようになっても、いや、いっぱい積んでるから、こっち先やるよっていう感情になっちゃったりするのかなと思います。で、さらに言うと、PS5 のソフトが、壊滅状態ですよね。Xbox シリーズ X に関しては、あれ、もはや、わかんないんだよ。ゲーム機、コンソール機なのか、PC ハードなのかっていう微妙なラインにいて、で、そもそも最初からゲームパスでいっぱい遊べるから、そこはまた、いい動きはしてるんですけれども、ソニーに関して言うと、もうソフトが壊滅的にない。これやばいですよ。正直、スイッチよりないんじゃん。まだスイッチの方があるっていう、とんでも状態に陥ってて、そりゃね、品薄じゃなくともこういう状態が起きてるかもしれない。で、ちょっと騒がれたのが、初週は置いといて、最初の一月の推移ですね。これが PS5 より売れてないんですよ、PS5。PS3 より売れてないのが PS5。初週じゃない、最初の一月ですよ。だって、買えないんだもん。買えないんだもん。で、そこで問題なのが、ゲームハードっていうのは、一回、こけたら、這い上がるのが、非常に困難であるっていう歴史があるんですね。これ唯一2例、2つの例があって、それをぶち抜いた例があるんですけど、それが PS3 と、DS です。DS、3DS か。3DS。この2機種に関しては、初動というか、もう最初こけて、普通だったらそのままフェードアウトしちゃうんですね。ハードウェアって。なんだけど、復活したというのはその2機種だけです。だから PS5 っていうのは、PS3 より売れてないっていう、現状はっきり言って失敗ハードになっているかなと思います。で、とにかく買えないんだから。買えないってことは、発売されてないってことね。だって店行っても買えない。抽選しても買えない。100倍とかしかも出されちゃう。そうすると買えないじゃないですか。そうすると、いつ買えるんだろうな。ってなるよね。で、ソニーさんはクリスマスまでに全員買えるようにするって言ってたけど、全くそんな気配見えない。ってなると、もうサイバーパンクなんかもうね、発売から随分経って、もはや過去のゲームになりつつあるわけですよ。そしたら、やっぱゲーミング PC 買った方がいいかなってなって、ゲーミング PC 行っちゃうわけ。で、これは私もともと言ってきたんですけれども、ゲームハードというか、皆さんコンソールの話で考えてると思うんですよ。PS、Xbox、Switch みたいな、コンソールで考えてると思うんだけど、そうじゃなくて、ゲーム業界全体のパイで考えたとき、まず50%はスマートフォンが持ってるんですね。だからスマートフォン一人勝ち状態なんですよ。50%スマートフォン。で、さらにその、25%のパイを PC が持ってるの。で、その残りの25%のパイを全コンソール機で取り合ってるんですよ。つまり、すでに、して、PS というよりも、コンソール機の市場が随分ちっちゃくなっちゃってる。だけど、こうね、ゲーム業界のパイが年々大きくなってる、売り上げが伸びてるっていう報道がされるので、すごいって感じるかもしれないけど、それを牽引してるのはスマホなんですね。スマホです。で、そこは年々、スマホは拡大を続けております。ちょっとずつ。で、どこの、要するに全体のパイがでかくはなってきてるんだけど、やっぱりそのパイの中でも押される部分ってあって、そこはコンソールなんですよ。で、ずっと言ってきてるのが、PS5 だとかっていうのは、この世代でも、コンソール機の役目自体が終わる可能性があるよってこと。コンソール機が、悪いとかじゃなくて、ゲーミング PC が安くなって、手に入りやすくなって、で、さらに市場構築が、バブルのスチームの参戦によって、誰でも、PC ゲームっていうのを買えるようになったんですね。昔は敷居があったんですよ。ゲーミング PC まず買うのね、高かったし、じゃあ自作するのっていうと、自作のね、あれが怖いとかっていうものになっちゃって、それを乗り越えたとしても、やりたいゲーム、1本はいいけれども、2本、3本目ってなると、どうやって探せばいいのとか。
で、実際ソフマップとか店舗に行ったりとか、公式サイトからダウンロードしたりとかっていう買い方になるんですけれども、そうすると、ソフトの、サーチがユーザー側がやれないんですね。よっぽど好きな人はやるんですよ。だけれども、やりづらいと。それを、うまくまとめて市場構築したのがバルブスチームなんですよ。エピックゲームズ、エピックストアもそうですけれども、基本的には先駆者であるスチームが偉大だったんですね。それのおかげで、PC ゲーム市場っていうのは爆発的に、シェアを獲得して いってます。今なお拡大を続けております。なので、そんなに価格差なくなっちゃってる。まあ、大人の考えですよね。子供たちはまた別で考えてほしいんですけど、大人にとってゲーミング PC と PS5 ってそこまでの差ではないじゃないですか。まあもちろんゴリゴリに行くのか、低スペっていうか、最低ラインで行くのかで変わるけど、とりあえず動くっていうゲーミングマシンを組むのであれば、そんなね、10万とかで、10万、15万で行けるんであれば、大人にとっては、まあ、っていう感じだと思うんですよ。そうすると、一度そこの世界触っちゃうと、これでいいじゃんと。例えば、マウスとキーボード嫌だったら、コントローラー対応のやつだけやってればいいし、実際ね、マイクロソフトのね、マイクロソフトというか、Xbox はそんな感じですから、コントローラーで十分動くゲームいっぱいあるわけですよ。だから、今後の私の見方としてずっと言ってきたのが、まあ、スマートフォンがひたすら爆伸びしていくのは間違いない。その上で、PC も伸びていって、コンソール機が役目を終える時が来るのではないかなと。要は、PC に代替わりするってことです。携帯ゲーム機は実際スマートフォンと代替わりしました。で、コンソール機の、ハイエンドっていうのは PC に代替わりするのかなというのが、まあ長い目で見てそう言ってたんだけど、まさかの PS5 や Xbox シリーズ X は手に入らないっていう状況で、それが加速されてるっていうイメージを持ってるんですね。両者ともやっぱりその AMD に頼ってるじゃないですか。両方とも AMD の SOC 使ってますから、AMD の、チップ生産が追いつかなければ、両方とも作れないわけですよ。AMD 自体も、スマートフォンとかにいろいろチップ供給してますし、そこのキャパをおそらく超えたんじゃないかなっていう。だから PS5 に、AMD が供給しまくれば、Xbox が今度、発売できなくなって、Xbox に供給しまくれば、PS5 が供給できなくなるみたいな。なんとなく AMD のキャパ超えちゃってるのかなっていう気はする。で、実際 PS5 がこういう風になるっていうのは、まあ誰もが予想できていたこと。なぜかって、空輸するって言ったんだよ。日本まで持ってくるのに空輸するって言いました。世界中に空輸って言ったんですよ。これコスト跳ね上がるから絶対普通だったらやらない。船便ですよ。海外から物買ったことある人分かると思いますけど、何日で届くっていうので価格が全然跳ね上がりますから、空輸した時点でやばいんだなっていうのが見えてるはずなんですね。で、まあ今回これ日本の話を私はしてますけど、世界はどうかというと、基本的には最近世界の話しかしないですけど、今回日本の話なんですけど、まあその世界でも同じようになってると。つい先日、転売ヤーが、2000台かな PS5 確保して、だんだん確保がしやすくなったぜって言って、煽ってたと。アメリカかなって言っておりますので、日本だけではない、世界中で買えないという状況に陥っております。フランスなんかも、PS5 をなんか検証とかの道具に使って、っていう形を、よくニュースで見ておりますので、世界中で供給が足りてないと。確かに、日本市場軽視とか、アジア軽視っていうのは、最初の頃言われてましたけど、そうは言っても、アメリカだったり、ヨーロッパだったりっていうのでも、同じ状況起きてますから、買えないんです。そうすると、加速度的に、まあ、ゲーミング PC、一回買ってみようっていう人がやっぱ出てきちゃう。そうすると、ゲーミング PC にどっぷりハマっちゃって、あれもう良くないみたいな。で、そこをぶち破れるのがオリジナルタイトルですね。独占タイトルになるわけですよ。で、その独占タイトルがとにかくソニー PS5 専用ソフトあるんだけど出ないじゃん。今後。ローンチもひどかったけど、ローンチ以降はもう最悪みたいな状況なので、これどうするっていう。Xbox
Xbox に関してはまだちょっとあぐらかける部分がある。後方互換完璧だし、その PC の方動いちゃうから、まだマシなんですけれども、ソニーに関しては、そりゃ PS3 の再来になっちゃうよねっていう状況が起きています。本来であれば、最初からみんなが手に入るようにして、どんどんリリースをかける。これリリースがかからないっていうのは当然ながら、サードパーティーが入れないんだよ。サードパーティーは売り上げを見て売れているハードで出したいわけ。世界一売れてるハードで出したいわけ。だから PS4 で出しちゃうよね、それだったら。で、そこもみんな PS5 って言っちゃうんであれば、じゃあ PC で。っていうサードの動きがすごく重要なんですね、サードパーティーの動きが。なので、これやばいですよ。正直。正直、コンソールこのまま、一挙に下降トレンドに入るかもしんない。ただゲーム業界としてはそれは別に何のダメージもないんです。PC でやってるだけだから。ゲーム人口が減ってるんじゃなくて、ゲーム人口はむしろ増えてますから。消費活動は増えてますので、何も問題ないんです。ただコンソール業界っていうところで考えると、ちょっと、まずいのかなっていう気はする。そんな中、Nintendo Switch が大好評という動きをとっております。で、あれは私最初、テレビに映せる携帯機だって言ったところ、大批評を浴びてしまったんですね。これは据え置き機だってすごい言われてしまって、それ以降、据え置きっていうようにしておりますけれども、最初はそう言ってたんですよ。だから、今もそう言いたいんですけれども、ここに来て、皆さん自体が、携帯って言い出しちゃってるんで、皆さんの考えが変わってきてるんだと思います。スイッチ自体の、位置づけが最初は、出力できる携帯機だって私は言ったら怒られちゃったんですけれども、皆さん自体の、その、考え方が変わって、携帯機だっていう言い方。要するに最初に私が言ってた、テレビに出力できる携帯機っていうニュアンスに、多分、どっかで思考が変わってるのかなと思います。で、あれは、ソフトがないし、全然ダメっていう状況は続いてますけれども、そうは言っても PS5 ほどではない。で、スイッチの強みっていうのはやっぱ任天堂ですよ。任天堂タイトルしか売れないっていうのが弱みであり強みなんですね。サードパーティーが一切いない、入ってくれない。だから任天堂専用ハードになっちゃってる。っていうのが長年の問題だったんですけれども、ここに来てサードパーティーは自由に動けちゃうので、PC に行ってしまう。その方が売れるじゃん。ってなると、とりあえず自社だけのソフトであれだけ売りまくれて、やれるっていうのは、スイッチは強い。で、コンソール機がブワーッとこのまま PC に食われていったとして、まあ最後、なんか生き残ってたのは実はスイッチだなみたいな。はあるかもしれない。ただ、そこもちょっと強みというか動きがあって、スイッチは低年齢層向けなんですね。実際うちの姪っ子に欲しいって言われて、私姪っ子にも買いましたし、あつ森とかも買ったんですよ、姪っ子に。で、その姪っ子の話を聞くと、上の姪っ子ですけど、子供たちの間でやっぱものすごくスイッチ以外の選択肢がないと。今回引っ越して PS4 1台いるって言ったら、何それってなるわけですよ。だから、そのぐらい子供たちの支持率が高いと。で、子供たちはじゃあゲーミング PC に容易に行けるのかっていうといけないじゃないですか。ただ、現状、PS4 が世界トップ1億台超えたっていう状況の中で、売れているゲーム何でしたか？ほとんど Z 指定です。日本で言うと 0Z のゲーム。要するに18禁です。18歳以上推奨じゃなくて18禁です。触らせちゃいけないってやつ。厳密に、なんだろう。お店に陳列するときに、18歳未満の子に目に入っちゃいけないまで、確かそこまでなんですよ。で、手に取っちゃいけないとかっていう厳密なルールがあって、だから Z を回避したくなるのね、メーカーって。なぜかっていうと Z 指定されちゃうとテレビ広告とか CM 一切打てなくなるから。そうすると、ダメージ高いじゃないですか。テレビ広告とか出せないと。だから Z 指定っていうのを、まあインターネットは今のところそういうのないからいいんだけど、テレビの広告とか打てなくなると困る。だから規制かけて Z をちょっと下げたりっていう動きが強かったんですけど、ここのところそういうのもなくて、Z は Z でそのまま出してくるんですよ。で、大人たちが買って遊んでたというのが PS3 と Xbox の強みだったんですね。要するに、子供たちは年に2本とか3本とかしか買えないじゃないですか。だけど大人たちは金があると。
ぶっちゃけた話ね。時間はそんな子供に比べてないですけど。だから、任天堂ハードは子供が年に2、3本買うっていうので、任天堂が2、3本出してくれれば、持つんですよ、ぶっちゃけて言うと。子供が買うからね。だけど、大人たちは、それじゃ納得しないわけ。で、Z 指定であれば、そもそも論で子供は手で見てませんから。世界、じゃゲームオブザイヤー見てくださいよ。売れてるの Z 指定ばっかりですよ。だから、大人たちが買い支えて遊んでいたんですね。PS4 とか Xbox One っていうのは。で、その人たちはゲーミング PC に移行するのに何ら問題ないという状況が見える。なので、ここをもしかしたら一挙に市場が加速して、コンソールがギューッとちっちゃくなって、PC がこーっと伸びるのかな、みたいなのを感じます。で、スイッチ自体は子供向けハードっていうことで、まあ、おもちゃっていう感覚で、生き残る気はする。そうだね。まさか、一挙にゲーミング PC の敷居が下がった。価格も安くなったしね。GeForce ってスーパー、あのスペックであの価格ですからね。っていうのが出てきたりとか、GeForce 2060スーパーとか。あれ、超絶スペックで4万ぐらい。そう、安いじゃないですか。っていうので出てきたりとかしちゃって、ゲーミング PC がとにかく勢いを増していると。勢いを増している。もともと PS5 を買おうとか Xbox シリーズ X を買おうって言ってた人たちは、まあ、資金を持ってたわけですよ。で、ちょっと足してゲーミング PC 買っちゃってるって。で、そこに一回沼にはまってしまうと、コンソール機戻ってこないじゃないかっていう。だからゲーム業界全体の場合で考えると何も問題はないんだけど、コンソール機っていうところで考えると、もうコンソールの役目終わってんじゃないかっていう。加速した一気に。っていう気はする。です。はい。その中でコンソールで、最後まで生き残っちゃうのは、生き残っちゃうとか生き残ってるのはスイッチかなと。逆にスイッチのゲームをこっちへ出したところで子供たちはこれついてこれないと思うんだよ。まあ、中にありますよ。だけど、多くの子たちっていうのはやっぱこっち行けないし、親御さんにこれをおねだりするっていうのも、まあ、親にとっていきなり子供にね、5万が10万になりましたとか、15万になりましたって言ったら困るんですよ。私も妹からいろいろ相談を受けますから、それはわかってる。大人たちの自分のお金とまた違いますから、子育てっていうのは大変なんで、ね、スイッチの時もだから、うーんって言われたから、じゃあ私は買ってあげるよって言って渡したんで、今日大変なんですね。なので、一気になんか加速して、実際 PS5、Xbox シリーズ X が店頭に並ぶ頃には、みんなゲーミング PC にどっぷりハマっちゃって、案外 Steam とか Epic Games のストアが収益爆上げされました、みたいな、オチがついてくる可能性がありますよね。うん。やっぱりファン心理として買えないっていうのはもどかしいですよ。やっぱりそこはね、アップルが非常に上手。発表会を行って、もうその翌週とかに予約開始して、そのさらに翌週には手元に届くじゃないですか。で、アップルはそこで予約を逃しても第2次、第3次、第4次の出荷が早いじゃないですか。21日発売だったんだけど、ちょっと予約遅くなっちゃって28日になっちゃった。とかっていう感覚で、アップルって確実にすぐ手に入るじゃないですか。その熱量っていうのは大事。実際これは Wii が実、いい歴史の手本なんですね。Wii っていうのは爆売れしたハードなんですよね。皆さんご存知ですよね。あれが爆売れしたのは、まあ、Wii Fit。あの辺なんですね。で、これね、昔の記事で、どこのニュースで誰が書いた記事かちょっと私覚えてないんですけれども、すごくいい言葉を使ってる。これもループトークですけど、当時 Wii を買った人たちはインフルエンザにかかっていたって言ったんですね。要は、なんか Wii Fit すごいとかっていう人、バーってニュースになって、すごいすごい Wii やってみたい Wii やってみたいって言って、普段ゲームをやらない人とかが Wii を買ったと。だけど、実際買ってみると1週間2週間で1ヶ月。飽きちゃって、もう、ほこりかぶっちゃうみたい。だから、謎の熱量によって、自分も買いたいっていうインフルエンザ、ブワーッと拡散されて、自分も買いたい、やりたい、やりたい、やりたいっていう状況が出来上がった。
だけれども、その病気は一瞬で治って、誇りをかぶってしまったみたいなことを言った人は非常にうまいたとえ、いいかどうか別として、この状況でね、言うのは。ただ当時ですから。すごいいい例えだったんですけれども、そういう、なんとなく、全体を業界全体を包み込む雰囲気っていうものがあるんですね。勢いっていうのが目に見えないものがあって、それは Wii が実践でやったんですよ。で、そこで売った後に大変な状況が起きたのね。結局、台数は出たんだけど、その後ゲーム買ってくれないから、大変なものになったと。で、それで買ってみようっていうのも、結局、信頼がある任天堂ゲームしか買わなくなっちゃって、サードが、Wii が普及してるからって出しても爆死するっていう、そこからの伝統的な、今の良くない流れができちゃったんですけれども、逆に言うと、ただそれで、Wii は爆発的に売ったんですよ。売ることはできたのね。だから、PS5、Xbox シリーズ X も、最初のその欲しいっていう人たちの爆発的エネルギーを、もはやもう、とっくに逃してるんですね。そうすると、もう目が覚めてしまったというか、インフルエンザから治ってしまったみたいな感じ。で、本当にじゃあゲームやりたいっていう人たちは、ゲーミング PC でいいじゃんっていう答えに言っているのかなと思います。はい、そんなわけで、まあ、ニクシムさん、なかなか報じ方として今回は良いのかなと思います。ソニー PS4 プロ出荷終了の誤算っていうのは、誤算なのかどうかわかんない。誤算じゃないとは思いますよ。それをやらざるを得ないし、やるべきであり、やるのが本道だから、いいんだけど、誤算なのは PS5 の品薄の方です。そっちです。で、PS5 はこんだけ品薄だと、サードも入りづらいので、サードパーティー結局開発してくれないじゃないですか。ただ、流れとして、マイクロソフトだったり、アマゾンだったり、グーグル、ここが今超精力的に、ゲームデベロッパーを買収しまくってるんですね。ファーストとして。ソニーは若干動きが鈍いって聞いてるんですけれども、めっちゃ動いてる。っていうので、まだわかんない。この後、第2次みたいな感じで、ブワーッと、独占タイトルが発表されて、やっぱり欲しいわっていう流れを作れるかもしれない。逆に言うとそれ作れなければ、もうこのままフェードアウトですよ。無理。これとんでもない状況。で、その無理だった人たちは、スイッチで満足するかというと、しないんだよ。だからゲーミング PC に行く。ゲームをやめちゃうってことは考えづらい。だからゲーム業界の心配は何もしなくていい。コンソール機の役目が終わってゲーミング PC に行くっていう感じだね。私はそう思います。はい。実際私は友人たちもそういう動きをたくさんしましたので。ゲーミング PC 買って皆さん何も不満もなく楽しんでおりますので、いいんじゃないかなと思います。ということで、PS5 のお話とゲーム業界の市場のお話でした。聞いていただいて誠にありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。